すほどイケメン来た。おお、イケメンが来ました。うん、またもやイケメンが来た。困っちゃう。お前も見たいか、新しい世の中を。悪い、行ってみましょう。3周年を祝う一つの企画の一つとして、はい、ぜひ達郎さんに主題歌を。コラボするにあたって、はい、実際にこの幕末医者天かける恋というアプリをプレイしていただきたいなと思っています、うん、やっていいの？はい、ぜひやっていただける、はい、チュートリアルからぜひやっていただきたいなと思っております、うん、はい。お前も見たいか、新しい世の中。今取られちゃった今。悪い、ちょっとかくまって。ちょ、オープニングのアプリからこれスマホゲームで来るなって言ったのに。 iPad で見るといいね、でかくて。大丈夫、お前を一人にはしないよ。ご依頼させていただきました。すごっ。ここからゲームの方が始まる。おい、めっちゃオープニング気合入ってんだけど。はい、じゃあやっていきましょう。通常画質決定、はい、名前、はい、最初に名前を決めていただきます。これがヒロインの名前になります。ああ、そっか、女の子目線だから。はい、そうです。これがデフォだと真島優ちゃんなの？そうです、優という名前がデフォルトで。名前何にしようかな。どうしよう。俺がじゃあ中学校の頃好きだった子の名前にしようかな。タップで進んでいくかなと思います。タップ、はい、どんどんタップですね。無残に破れた紙切れが指の隙間からハラハラとこぼれ落ちていく。私はそれを見下ろしながら強く唇をつむんだ。異国にすり寄る小娘が。え、どういうこと？あ、そういうことね。次は見逃してやらんからな。うん、うわ、あの昔の幕末の人っぽい。めっちゃ前につながっとる。目の前にいた老師は抜いていた刀を収め、紙くずと化したそれを踏みつけて去っていった。お姉ちゃん、妹、妹いるんだ。お花、はい、設定的に、うん。何の紙切れなんだろう。その紙くずは、お前の大事なものなんだ。来た、お前の大事なものなんだろう。いきなりちょっと急展開なところから物語の方がスタートしていくという始まりになっております、うんうん、わあ、その大事なもの何なの。今回も素敵な着物に仕立ててくれてありがとう、仕立て屋さん。はい、ヒロインは仕立て屋さんなんだ。職人だったお父さんが亡くなり、はい、数年どうにか母と二人で店を守ってきた。ソーリー、今日はマニーがないんだよ。急に幕末に、はい、ソーリーね。今日もの間違いでしょう。お、顔見知りだ。万次郎さん、万次郎さん、はい、ジョン、ジョン万次郎さんです。ジョンだ、ジョンだ、ね、ジョン万次郎ってさ、今ふと思ったけどさ、名前じゃない。そんなに怒ったらキュートな顔が台無しですよ、奥さん。アメリカには笑顔をレディーを美しくするという言葉があって、ここは都です、今日です、都です。死の子の言ってないで、今日こそきっちり清算して。あ、これ母だ。これ母だった、ま、ジョン万次郎で呼んでたわ俺。ジョン万次郎、死の子のとか難しい日本語知ってるなと思ったら母でした。ははー、そのしたたかなパッションもベリーゴー。
ああ、ジョン万次郎って日本人か。そっか。はい。じゃあこんな感じじゃないんだ。フォーション的には主人公かなと思っております。はい、おお。ここから徐々に。上位派。ああ、なんかちょっと、背景が見えるような言葉が出てきたね。はい。どんな写真？さっきの紙切れは何なの結局？さっきの紙切れがこの写真なの？ひょっとして？待って。これ今過去の話回だもんね、回想回だもんね。さっきの紙切れがこの写真なのでは？どうなんでしょうか。異国人が入った写真だもんね。ああ、集めてんだ。この箱に写真を。ああ、絶対そうじゃん。いつかこの手でこんなに素敵なドレスが作れたらって言ってる。はい、ヒロインの夢の形です。ああ、そうですか。だ、人に見られるとダメだって言ってその箱に隠してんのね。やっぱそうじゃん。はい、この時代やはりこの異国文化に憧れを持つっていうところで、あー、ダメだと。はい、お店にかっこいい人来たって。あー、うー、クソほどイケメン来た。大イケメンが来ました。お店に急に大イケメンが。おお。ここで一応プロローグとしては1話が終了で、うん、一応チュートリアルとしては、5話まで一応。おお、じゃあこれで行きましょう。はい。誰かと肩がぶつかった。すみません、もうさっきの浪人来た。イケメン、もう超イケメン見終わった後に眉毛つながり浪人来ました。怒ってる怒ってる。いい度胸してるな、だって俺にぶつかるとは。もう、人斬り重次郎。夜な夜な京の町を徘徊し、気に食わなければ夜直しと称して女子供でも斬るという老石者。やべえやつじゃん、めっちゃ。なんでそれがまかり通る。もう何を言ってもダメだこの人は。怒ってる。うわー、来た。妹、めっちゃ空気読めない時に来たね、これ。すごいタイミングで。妹、写真持ってきたよ、急に。今じゃん、今はやめて、みたいな。偉人の写真かっつって。大変だ。自分でビリビリにしたのね。あ、ここで頭に戻ったわけだ。はい。ここで来るわけですね。頭にも出てきた。
大イケメンがもうまた来た。最初の大イケメンだ、こっちが。お前の大事なものなんだろ。来た、ここに繋がるんですわ。おーい、次どうなっちゃうの。写真一枚でこんな大げさなことになってるのに、ドレス作ってるのが見つかったりとかしたらもうえらいことになるぜ。なあ、大丈夫ですか。そこがヒロインの葛藤の部分です、ね、そこがですよね、はい、異国の地に憧れを抱いているんですけど、うん、なかなかそれを公にすることができないというところが、うん、このヒロインが抱えている部分になりますね。またもやイケメンが来た。困っちゃう。誰？近い。おおイケメンの顔近いよ。ほら。第三の、もう第何のだか分かんないけど違う。違う、これもこれタップするとまた大イケメンが出てくる絶対。うん、きたー、クールビューティー、クールビューティーイケメン、うん、これはまた来たね。切れ長のクールめのイケメン来ましたよ。並んだ。並びよったな。どっ、うん、コーツ。これは好みが分かれるとこだね。このイケメンの二人はね。お団子残ってんのに。それ。来た来た来た。ジョンが残してた団子を。1個残ってどうしようって言ったら、また違うイケメンがそれ食いに来るぜと思ってたら来たよ。それ余ってるならもらっていいかいって。町こって歩いてたよ、女の子が一人でこうやってお団子食べてて残ってるの、おそれ余ってるなら食べていいかいって声かける自信に満ち溢れたイケメンの顔をこれから見ようと思います。ああ、一番最初の第一のイケメンでした。なんかどんどん出てくるイケメンが、この可愛い系出てきた。警備の意味を分かってるのか。え？刀を持った人間を素通りさせられるわけないだろうが。誰？もう短髪、爽やか。何パターンいるイケメン。次が最後ですね。はい。なんちゅうチュートリアルだ。うん、あんた店ほっぱってどこ行ってたの。ごめんなさい。大イケメンたちに囲まれてました。ほら、待て待て待て。写真を撮りに。暗くなった夜の街を歩き出した。待て待て待て、夜はあいつが来るぞ。なあ、夜の街はあいつが来るよ。浪人が人斬り、しげ五郎だっけ、しげ次郎だっけ、あいつ来るよ夜は。三度目の登場来るよ。女子供容赦なく世直しで切るんだから。お侍さんだ。手伝いましょうか。なんかお侍さんまたイケメンやな。視線を向けた先にちょうど写真ほどの大きさの紙が落ちている。見つかっちゃった写真。
とっさに駆け寄ろうとするとそれより早く人影が現れ、来るぞ来るぞ来るぞ、これは来たー重次郎これは来ました、人斬り重次郎エンカウントしました。誰が来た？続く誰来たの誰が助けに来たんですか？で、ここで誰が助けに来ましたかっていうところから選べるんだ。選んでいくって流れです。今までじゃああなたはとにかく、はい、イケメンをいろいろ見せてもらって、はい、助けに来てくれた、来てほしい人は誰なんですかってことね。はい、この後に持っています。このままでは癖になってしまう。この人まだ来てないな。君は僕が必ず、総勢12名の獅子との運命の恋が今始まる。始まっちまうのか。びっくりです、はい、はい。今のところ総勢12名なんですけど、はい、今一応新キャラクターも制作を今進めてまして、ここから増えちゃう。はい、ちょっと配信時期とか今調整中では。さらにイケメンが増えるんだ。はい、まあ、いったな、こりゃ。ここに達郎さんもぜひ、ここに俺がいるのおかしいでしょ、ここに俺いるの入りましょう本気で考えてしまうかなとえらいこっちゃな。実際に序章の方を今読んでいただいたと思うんですけど、うん、どうでした？あのね、続きが気になっちゃう。普通に、はい、普通にね、あの物語としてちょっとどうなんのよこっからみたいなのがね、面白かったです。ありがとうございます。一応引きとかは常に意識しながら作通りの方は作らせていただいていますので、うん、多分ご満足いただけるんじゃないかなと思います。楽しかった、ありがとうございます。実際に、まあ、このあと、うん、声優の方に実際にチャレンジしていただきたいなと思っています。この中にね、はい、そうです。もうやるってなっちゃったので、はい、お願いしたいです。ちょっとね、がっちり本気でね、あのあんまりこうちょけずに、ちょっとイケメンの感じで撮ろうかどっちの方がいいよねよろしくお願いします。はい、ちょっとイケメンになりきって撮りますわ。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。頑張ります。つないだ夜を越えて二人は歩き出した、交わしたちぎりを抱いて、プレゼントキーワードは重次郎。そこで何してんの？こっち来いよ。もう少し声のトーンとかお題目とかお願いできますか？俺は元気、めっちゃ緊張した